モデナバレーは、イタリアモデナを本拠地とする男子バレーボールクラブチーム。通称はアモデナ。スポンサー名込みの総称及び、通称1966年、ベニートとジュゼッペのパニーニ兄弟によって、クラブの原型となる、クルッポスポルティーボパニーニが創設。1993年から、デートナバレーとして活動し、2005年に、パラボーロモデナへ改称。 2006年に創設40周年を迎えた。これまでにセリエ A のリーグ優勝11回、コッパイタリア優勝11回、欧州チャンピオンズリーグ優勝4回をはじめ、国内外の大会で数々のタイトルを獲得。1980年代から1990年代にかけてイタリア代表を多数輩出し、黄金期を築いた。2000年以降は、 新興クラブの台頭により低迷し、タイトル獲得から遠ざかっていたが、2015年にコッパイタリア決勝でトレントを下し、1998年以来17年ぶりの優勝を果たした。2007年にアメリカンコミックのスパイダーマンとアイアンマン、2008年から2010年に日本のテレビアニメのワンピースとドラゴンボール Z のキャラクターが、 リベロのユニフォームに採用された。ありがとうございます。